よし、さあチャーハン食おう。パッ、はい、どうもパタムス協会でございます。本日はピリ辛チャーハンです。入ってんのはシーフードミックスのエビとイカと卵、ネギですけども、味付けはウェイパー、塩コショウを、醤油プラス、生唐辛子っていうペーストのやつを使ってます。というわけでいただきます。あと味噌汁ですね。こんな感じ、はい、というわけでいただきます。ちょっと味噌汁かなのか。大根とネギだけです。うまい。うん。うん。うまい。チャーハンうまいな。あのゲーム実況チャンネル2度目の番、2個目新しく作ったんですけど、まだ番食らいました、うん、なんかなぜか番になりましたね。またいい申し立てしますけど、うん、でまた新たに作ってますね。まだ下載せてますんで、よければ。あと、まあ僕のトップページ、あの YouTube の、 あの建物協会のトップページの下の方に、あのチャンネルの再生リストとか、あの右側の方にチャンネル載ってますんで、そこから登録してもらったら、あのゲーム興味ある方に、今バイオ7やってますけども、はい、そちらと、あとフレッシュっていうところのサイトで最近配信始めてますんで、よかったら下貼ってますんで、ゲーム興味ある方だけね。ちょっとすいません、宣伝させてもらいました、ごめんなさいね。飯動画の好きな人のね。さあ改めまして食べますね。うん、うまっ。もう意味のわからんバンが多すぎる YouTube。 うん、まあゲーム実況自体ね、結構グレーですからね、うん、あ、ちなみにこのチャーハン 1.5 合ぐらいですかね。2合はないと思います。うん、うまいな。夜飯にチャーハン入れば昼飯のチャーハンの方がなぜかうまく感じる。すいません、もう一回ちょっとあれですけど、あの関係ない、飯動画関係ない話すいませんけど、ちなみに今やってるバイオ7は、最近は北米版をやってますんで、ちょっとグロいんでね、あのそれだけ言っておきます。ちょっとグロいんで、はい、お気をつけください。
たまに動画とかでチャーハンとラーメンとかで頼むときあるんですけど、やっぱ俺はラーメンとチャーハンはじゃないな、チャーハンは単品で食いたいな。うん、ラーメンに味付けの飯はいらんね。ラーメンの話で思い出しましたけど、コメントで最初から胡椒かけたらラーメンのスープの味を楽しめない、ちゃんとしたラーメンの味スープを楽しめないんじゃないですかっていうコメントいただきましたけど、何回も行ってる店なんで胡椒かけてる方が好みなんで、あのすぐ最初かけます。まあ他の店行って初めての店でやることはないですね。一口二口 スープ飲んでからですかね。うん、結局かけへんかった店なんかあんまないけどね、胡椒は。もうなくなっちゃうわ。美味しゅうございました。基本的にお昼は今ですと もう12時半過ぎですかね、12時過ぎとか1時ぐらい、まあ下手したら2時3時になりますけど、これ料理作ってる時はツイキャスでやってますんで、あの料理配信してますんで、よかったらまた見に行ってください。興味あられる方ね、どうやって作ってるのかなって思われる方はね。というわけで立松教会大盛りピリ辛チャーハン食べました。ごちそうさまでした。美味しかったです。